どうもおはようございます。久々の家です。最近さ、家の動画って僕結構喋らずにね、普通に作って食べたりしてたじゃないですか。で、コメントの方とかでもね、結構前の家撮影みたいに喋りながらね、食べたり作ったりすればいいのにみたいなね、ちょっとコメントを結構もらってまして、僕個人的にも確かにこの撮影って2時間ぐらい作って食べてかかるんですけど、この2時間さ、こう一人でカメラを移動しながらね、何も喋らずにこう作業してるっていうのが、まあまあまあしんどい正直ね、ちょっと心がね、辛くなるタイミングはちょこちょことありますんで、今日はね、もうちょっと試験的にお話をしながらね、まあ昔の家撮影みたいな感じで作って食べていこうかなと思ってます。ご心配なく、これお酒じゃなくてお水なんで。ひとまずね、多分もうサムネで出てるよね。今日は巨大おにぎりを作ります。ちょっとね、それ用に買ってきたんですよ、これ。普通さ、コンビニのおにぎりってだいたい1個 100g ぐらいらしいんですけど、これに関してはマックスでだいたいね 230g ぐらいの巨大おにぎりが作れるみたいですので、今日はね、ちょっとこのおにぎりの型を使って巨大おにぎり作っていこうかなと思います。で、今日用意した具材なんだけど、まず一つ目が明太子に種抜きの梅干しと、で、しそ昆布ということで。で、これ以外にも、ちょっとシーチキン買ってきてるんで、マヨネーズあえてね、シーチキンマヨでおにぎりね、作っていこうかと思います。そしたら、おにぎり作成始めますよということで。で、ただいまですね、時刻が、11時半。今日はね、9時に起きまして、で、おにぎり用のご飯炊かなきゃなぁと思って、炊いてる最中、やっぱ1時間ぐらいかかるんで、ちょっとね、暇つぶしにゲームやろうかなと思いまして、ゲームやったところですね、2時間ぐらいゲームやっちゃったよねもっと本当は早くやる予定だったんですけど、ひとまずね、ちょっと炊きたてのご飯も1時間経ってるけど、開けていきますか。家撮影でもしないとね、僕も結構家で米食べないんで、久々に炊いたんだけど、どうかな。ふぅ、うまい炊きたての白米の米の匂いってすっごいうまい匂いするよね。この白米ちゃんを、使いまして、よいしょ。おい。とりあえずね、今日この、熱いな。お米自体は、7合を炊いてるんですよ。無理。今日ね、こんな感じで、お米自体は、7合ほど炊いております。いや、7合あれば、1個 230g だから、おそらく10個ぐらい作れると思うのよ。で、具材が5種だから、2個ずつかな。おにぎり作る前に買ってきた、これね、シーチキン使って、シーチキンマヨ、ちょっとあえていきますか。ただ、正直これ、巨大おにぎりといっても、どれぐらいさ、このシーチキンを用意しているのかわかんないんだけど、ひとまず、ちょっと3貫分は多いか。1個のおにぎりに、このさ、1個分のツナを全入れする感じ？さすがにこんだけツナあれば足りんじゃない？ちなみにこのツナマヨの具材ってさ、塩入れんのかな？お米にも塩まぶすでしょ？で、マヨネーズにも塩分は入ってるでしょ？こういう時は、調べずに勘で作るってことで、しょっぱくなってもまあまあまあしょうがないだろう。ちょっと味塩入れて、ちょっとね、今入れすぎた感あるけど、こんな感じでね。どう、ツナマヨ、せっかく作るんであればね、このノンオイルじゃなくて油入れを買ったんだけど、思いのほかやっぱべちゃべちゃだね。おにぎりのシーチキンってこんなべちゃべちゃだったっけ。ちょっとこれ一旦味見で。うまいめちゃうまい。よし、じゃあおにぎり握っていきますか。ひとまず梅干しからかな。でもどう、みんな梅干しって普段食います？僕全然食わないんだよな。普段お米食わない分、家でね、米食わなきゃやっぱなかなか梅干しって食べないと思うんだけど。あ、お米入れます。とりあえずめちゃくちゃでかいからさ、これが。なんか作り方なんだけど、袋を見る感じ、ラップを引いて、そこにお米を流し入れると。で、半分入れたら、塩をまぶして、具材入れて、パンパンに詰めるってことなんで、お米を入れると。お塩。むず。
これどうなんだろう、この方式で僕おにぎりを作ったことないんですけど、普通にさおにぎり握るのと違って全体に塩分いかなくない？外側とかもただの普通の米なんだけど、この作り方は合ってるんですかね。で米をかぶせると熱っ、これでで蓋をするとこれギュッと、あー来た来た来た、見てこの巨大おにぎり、いいんじゃない？これは形としては全然ありだよね。まあこれでちょっと見て、これめっちゃでかくない？このサイズっすよ。普通のおにぎりよりもよっぽどね大きいんだけど、僕の顔と対比すると顔がでかいからさ伝わりにくいっていうのかな。カピカピにならないように一旦ラップにくるんで、続いてはシソかな。シソ昆布めっちゃ好きなんですよ、おにぎりの中で。皆さん何が好き？個人的にはね、本当に1、2を争うぐらい昆布好きなんで、具材多めにいきますか。で、今回は、これね、シソ昆布なのよ。普通の昆布じゃないんで、またちょっとね、風味も良くて、おにぎりに合うかなと思ってシソにしたんですけど、シソ昆布美味しいよね。一生食えるからな、これ。ゆっと。あ、これは入れすぎだね。これは、どうだ？パワーでいけるか？いけるな。あ、でも意外にこれギュッてしたらいけるもんだね。じゃあこれで、昆布も完成と。そしたらもうここに出てるツナマヨを作っていきますか。こう防波堤を作りながらツナが外にはみ出ないように。オッケーオッケーオッケー。あとこっからはね完全にパワープレイです。ちょっと高めに米を持ってよっ。あー、いいねこれ。よし。あ、やばい。オイリーなのがはみ出てる。押しすぎて。あ、やばいやばいやばい。押しつぶしすぎてさ。あ、やばい。すっごいラップ、トゥルットゥル油で。そうすると、これもソフティーにギュッてしてあげないと、お米の隙間から油が全部出るな。優しく。ソフト&ウェッティ。よし。イエス。いや、1個目はめちゃくちゃ油出ちゃったんだけど、これは大丈夫かな。あ、出てるな。でもうそしたらですよ、これおにぎりといったらの代名詞ね、はい、鮭ちゃんでございますね。これ鮭ちゃん、あの本当はね生の鮭を買ってきてさ、まあ、こういうせっかく動画だから焼こうと思ったんですけど、いやさ今高いね鮭、びっくりしちゃった。切り身一つで200円ぐらい、やっぱ切り身二つの大きいやつとかだと400円ちょっとぐらいしてたからさ、とてもじゃないけどこれ買えないなと思って、でいろいろとスーパー回ったらこの安い鮭フレークが300円しないぐらいだったかな。まあ経済的に撮影の材料買ってまいりました。いやほんとね、最近なんかはねやっぱ物価高物価高とか値上げ値上げって言われてるけど、いやほんとにさ、ツイッターでもこの前書いたんだけど、こうスーパー行く前に例えば今日晩飯これ作ろうと思って買い物行くじゃないですか。でも実際その日行ってみるとさ、高すぎてもうメニュー変更を余儀なくされることあるよね最近だと。ほんといろんなものが高いから、野菜でも肉でもさ、事前にこれ作ろうと思ってスーパー行ってもなんかとてもじゃないけど高くて買えないみたいなの結構あるよね。いやそんなぐちぐち言っても仕方ないんで、鮭おにぎり作っちゃいましょう。そしたら本日最後、明太子。あ、待って、話しながらやってたからさ、鮭とか塩振ってねえ。まあいいか。結局手に塩をつけながらっていうこの流れ、ルーティーンがないと塩振るのも忘れちゃうよ。で明太子なんですけど、1本丸々入れまして、はい、そしたら今日ねまだカメラ回して30分ぐらいか、30分経ってか経ってないかだけど、この、ね、巨大おにぎり、10個完成しました。そしたら準備してね、向こうで食べていきたいと思います。ということで、やっと、できました。正直ね、これ、おにぎりだけにしようかと思ったんだけど、せっかくなんでね、この、ウインナーとか、どんべいちゃんも作っておきました。やっぱ、汁物欲しいんでね。いや、腹減った。とりあえず、もう早速食べましょう。いただきます。で、今回ね、おにぎりなんだけれども、一個ずつ、分けました。ただ、そんなことよりも前に、今日もですね、この子で、乾杯していきましょうか。いい音。それでは皆さん、乾杯。うめえ。よし、じゃあ食べていきますか。とりあえず梅だな。
作った順に食べていきますか。これひとまずですね、梅おにぎりでございます。うまい。久々に梅おにぎり食ったかも。めっちゃうまいな。ちょっと今回ね、これ汁物どん兵衛、この特盛が好きなんだよな。コンビニだとね、この特盛サイズがあるんで、僕にとってはこれが最高。うわぁ。うわぁ。間違いないな、これ。うめぇ。カツオと昆布ですね。和の味してる。おー、うまい。おこい。あー、うまいな。ちょっとこれ食べよう。ふっと。これはうまいな。一日の一食目にはちょうどいいね。めちゃくちゃ朝飯してるわ。もうね。1時前なんだけど、メニューはめちゃくちゃ朝飯してる。じゃあ続いて、これが昆布か。大好きな昆布、いただきます。うまっ。最高。ちょっとね、これから先また他の味も食べ進めていく中で変わっていくかもしれないけど、やっぱりこう改めてね、昆布最強だなと思うわ。しかもシソ昆布にして大正解ですわ。おいしい。もう好みドストライク、うめえ。じゃあ続いて、あ、ばい、あ、ばい、ばい、ばい。油がすごいから、ちょっとシーチキンがさ、もう、崩壊寸前。うん。うん。味はね、最高にもちろん美味しいんですけど、崩壊がやばい。もうそれだけでこのシーチキンを嫌いになりそう。もちろんね、味はめちゃくちゃ美味しいんですけど、もうおにぎりというかさ、もう食べ方がほぼこのインドのカレー。本当にね、ルーで和えたお米を手で食べるぐらいパラッパラなんで、やっぱ油入れると太れる味がして美味しいんだけど、でも次からおにぎり握るときはちゃんと油切ろう。忘れてた。ちょっと僕は後乗せサクサク派なんで、ここら辺でかき揚げ投入します。これまあ僕もね、正直そのサクサク派ではあるんだけど、入れた直後に食べるサクサクじゃなくて、しばらくね、染みてからぐらいのサクサクが好きなんですよね。ちょっと浸しつつおにぎりいきますか。続いてが鮭か。鮭フレークちょっといただきますね。やっぱ何回見てもでかいなこれ。
定番はうまいわ。うん、やっちゃった。思いのほか染み込んじゃった。音聞いてもらうと分かる通り、サクサクほぼない。まあまあまあ。例えばね、もうそろそろ夏も明けそうなんで、またね、ちょっと髪を伸ばし始めたんですよ。ちょっとね、今一番この、わかるかな、切ろうにもセットしようにも困る変な長さ。僕のショートの感じと伸ばした感じね、ぜひどっちが好きかっていうのをコメント欄に書いてみてください。ちょっとじゃあ、そんなこんなで明太子を。この明太子うま。ごめんね、ちょっと噛んだところなんで苦手な方は一瞬飛ばしてください。こんな明太子パンパンなおにぎり食べたことありますか？口に入れた瞬間本当に米を感じないぐらいほぼ明太子です。そしたらただいまですね、こちら一皿目のおにぎりすべて完食でございます。ただ残りこれね、ウインナー2本にもううどんほとんどないので、ちょっとペース配分間違ったな。そしたらここからちょっとずつ好きなものは取っておきながら食べ進める準備を考えないとな。ちょっともうこれは良かった悪かった云々にして、もうちょっと先に食べないと崩れるんで、ちょっとこのシーチキンをさ、海苔を多めに巻きます。でもこれがさ、こぼれんの嫌なんで、手前にこの空いた皿を持って食べますわ。結局こんだけ海苔巻いてもこの崩壊が防げない。次は鮭かな。結局ね、鮭も大好きなんですけど、一番はね、塩を振り忘れたことがでかいな。あーでもこれ塩ちゃんと振ったらもっとうまかったんだろうな。そしたら次に行くのが梅干しかな。やっぱさっきのね、こう食べてる表情を見てバレてたとは思うんですけど、結局ワンツートップは明太と昆布だね、個人的には。でこっから2位と1位を決めていきたいと思います。どっちも好きだったな。ちょっと決めかねるな、これ。正直今日作ったおにぎり全てに言えることなんだけど、具材多めに作ってるじゃないですか。その中でも、なんだろう、たくさんある嬉しいみたいなアドバンテージを持ってるのは、個人的には明太子なんですよ。昆布はね、パンパンに具材入ってても、いつもの好きな昆布の味って、いやー、このデカおにぎりパンパンに作ったら明太子の方が嬉しいは嬉しいんだけど、2、明太子かな。結局ね、明太子めちゃくちゃ嬉しいんですよ。だってさ、もうこんなよ、こんな大きいおにぎりなのに外側にはみ出るぐらいパンパンに明太子詰まってる、その嬉しさを加味したとしても、個人的にはこのしそ昆布の美味しさには勝ててなかったかな。
や、めちゃくちゃうまいんだけどな。今ですね、このうどんとビール飲み終わりまして、残りはウインナーとしそ昆布のおにぎりということで、まあ、これで締めますか。改めて僕の中での今日の具材ランキング1位ですね、しそ昆布いただきます。あ、やっぱ改めて食べても1位だな。甘じょっぱい、うまっ。で、この昆布の出汁感と、そのさっぱりとする香り、うまい。で、ここに牛しぐれ煮とか、ちょっと結構変化球ですけど、あったら1位争奪戦してたかもな。うん。あとはシーチキンの残骸が崩れすぎだろう、これ。うん、うん。ということで、このおにぎりもね、綺麗に完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、今日はですね、久々にこう自宅で話しながら昔みたいにね、撮ってみました。どうなんだろうね、ちょっと僕自身も編集してみないとね、手応えというかもうわからないし、まあコメントを見てね、これが良かったのか悪かったのかっていうのを見ようかなと思うんですけど、個人的にはね、めちゃくちゃ楽しかったです。なんかあれね、本当にこう皆さんとしたいようなおしゃべりがゆっくりこう画面を通してね、できるような気もして、こんなにさ、こうざっくばらんなお話、普通のお店の動画じゃなかなかできないじゃないですか。だからまあこういった部分はね、家の動画の特権ってことで、今後もね、楽しんで好評だったらね、続けていきたいと思います。なのでぜひですね、今日の動画が良かったよと思ってくださったら、コメントやチャンネル登録、もちろんね、高評価の方もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。